オーリーン・レナーズ・パーマーはアメリカ合衆国の画家であるイリノイ州のマク・ヘンリー軍で商人の家に生まれた。両親はドイツ移民でドイツ語環境の中で育った。1891年に医師のアルバート・パーマーと結婚した。芸術に理解のある夫に励まされて1892年からシカゴの美術学校でウィリアム・メリット・チェイス、フランク・ドゥ・フェネク。 ケニス・ヘイズ・ミラーに学んだ。さらに修行するために1900年にパリに渡り、アカデミー・コラロッシア・やグランド・ショミエール芸術学校で学び、アメリカ出身の画家、リチャード・イ、e ・ミラーからも学んだ。1902年にアメリカに戻り、シカゴにスタジオを開いた。1903年から数度、サロンド・パリに出展し、1911年にはナポリの展覧会にも出展した。 1919年にシカゴ芸術家協会の会長に女性として初めて選ばれ、1920年に協会の銀メダルを受賞した。シカゴ水彩画家協会などシカゴの多くの美術団体の会員として活動した。1938年にイギリスからスカンジナビアを旅した時、ノルウェーで廃園となって死去した。ありがとうございます。